こんにちは。こんにちは。セレクトショップアプトの北です。山下です。今日は、コフタの新作をご紹介したいと思います。はい、大人気、はい、第2弾コフタ、うん、コフタ、YouTube 動画ですね。はいはい、コフタは1年経ちましたか、うん、初めて。ね、まだ1年経ってないから、秋ぐらいからだったからにしてもこんなに人気です、ね、もうアプトでは、はい、定番になって、すっごい人気になってて、はい、コフタの信頼度がすごいよね。すごいですね。うん、コフタは日本のニットブランド、全部いろいろ全般、うんうん、ジャージもあるしニットもあるしファークもあるし、うん、割となんか最初の頃にジャージから始めたから、秋冬もジャージとニットとかだけだったから、不白物って今回初めて扱うんですけど、うん、なんかやっぱりコフタの信頼度がすごいから、すごい、うん、ことで、うん、やっぱりコフタが好きなファンの方とか、はい、もうコフタをもう本当にいくつもご愛をいただいている方から今回もすごい大好評をいただいていて、うん、完売する前に早く動画撮らなくちゃっていう、そうですね、シンプルで、うん、もう着心地が抜群に良い、そう、うん、でなんか。そう、どちらかといえばすごくこうドレスアップしてどっかに出かける、お出かけ着っていうよりかはどちらかというと日常に寄り添ったブランドで、デイリーにちょっとワンランク上のデイリー使いできる、うんうん、アイテム、そして自分が着ててこう着心地よくて心地よくてなんかいられるなんか洋服っていうのが、うんうんうん、ここのブランドの良さかなと思います。はいはい、ではまず、はい、山下さんが着ているのが、はい、なんだっけ、シルク×コットンシフォン、うん、オーバーダイ、オーバーダイブラウスかな、ブラウス、はい、うん、前身頃がシルク 100%、うん、めっちゃ気持ちいい、そうで後ろと袖がコットンシフォンというコットン100なんですけど、うん、去年の強く寄った細い糸で、うん、強くなったちょっとスケールする感じもある、サラッサラのサラサラのドライな涼しい夏の素材、はい、定番で、うん、前もちょっと何個かモデルがある、ね、うん、はい、それの新型ですね、はい、シルクとコンビになっ て, な, ってなんかちょっとワンランク上の感じですね、はい、でオーバーそう、まあブラウン、うん、そうですね、オーバーダイ、はい、製品作ってから染めているものになります。なのでもう水洗いしてあるので、はい、もちろんシルクなんでシルク 100% なんですけど、はい、ご自宅で水洗いできるウォッシャブルシルクです。うん、はい、手洗いができます、できます、水洗い OK です。はい、でも洗ってもそんなに表面変わらないから、うん、特にコットンシフォンを洗っても全然毛羽立たない、うんうん、去年だからすごく案外薄くても丈夫な素材です。で色は3色展開なんですけれども、山下さんが着ているのがオフホワイトだったかな、ホワイト、はい、うん、オフホワイト、はい、で、これがネイビー、ダークネイビー、ダークネイビー、ネイビーはこれオーバーダイだから、はい、ちょっとシルク と,、コットンシフォンの色のこんなに違うんだ、そう、その本当染色の特徴なんだと思うんだけど、これはなんかちょっと色の差がある、うん、白は全然ない、そうですね、うん、で黒もほとんどない感じです。うんうん、だから、この3色の中では特徴としては白と黒が割とこうワントーンな感じになるので、はい、シルクブラウス見え、うん、だからカットソーなんだけど、うん、シルクのブラウスみたいなちょっとこうラグジュアリーなシルクブラウス見えする、うん、ワントーンなので白黒は、シルク見えブラウス見えするアイテム。で、大体このコーンは配色が、ラグランで配色がこう差がちょっと出ているのでもうちょっとカジュアルな印象になります。前がちょっと黒っぽくって、で袖と後ろがネイビーって感じですね。その違いがちょっとありますかね、うん、後ろのギャザーがかわいいね、かわいい、そうタックか、タックですね、うん、かわいいの、あとはそう裾でね、うん、ここが一番のポイントで、うん、ここは調節できます、ゴムが入ってるね、ゴムとドローコードが入ってて、はい、緩めにすると丈が長くなるんですよ、うんうん、こうやってもいいし、うん、ちょっとリラックスした感じだよな、そうそうそう、うん、もうちょっとこうふわってしたかったら中にギューって絞ってもさ、でもギューって絞ってもゴムだから全然ギューって絞ってもここは伸びるので全然きつくなくって、はい、こうやってこの絞った方がちょっとふわっと立体的な、はい、バルーンな形になると思います。
これは面白いよね。これは、2万1000円税抜きになります、はい、シルクと、コットンシフォンのコンビネーションのトップスですね、うんうんうん、で、次が、まあ、トップスつながりでいきましょうか、はい、はい、次がこれは、なんだっけこのですね、ストレッチブロードオーバーダイコットン、うん、ポケットティシャツストレッチブロードっていうのがまず、ストレッチ素材が 5% 入ってるブロード生地です。ブロードはコットンの細番手の糸の生地です。めっちゃ伸縮性があります、はい、でそれをオーバーダイしました。で前身頃とここの後ろはこの生地でストレッチ生地で、はい、袖とこの肩ヨークは綿100ですのジャージ素材、普通の T シャツ生地と一緒、一緒綿100のジャージ素材です、はい、だからこれもブラウス見えするんだけど着心地は T シャツです、うん、あと、ブラウスだったら結構こう肩とかこの脇にどうしてもシワがこう寄りやすいんだけれども、ここがそういうところがジャージなので結構落ち感が出るっていうか、うん、シワにならずに落ち感が出るのも特徴です、うんうんうん、ずれないですね、ずれないね、うん、ここそうそう、ここが止まってね、はい、そうだよね、誰でも肩幅関係なくここに馴染む、うんうんうん、で大きいもう巨大な巨大なポケットがあるんですけど、はい、これが案外可愛くて、意外とこうポケットが全部パンとある、うん、小さいものよりはカジュアルじゃないかもしれない。そうだね、なんかあんまり目立たないっていうかね、そうだね、なんか切り替えなのみたいな感じみたいな、まあ、そう後ろに大きいタックが入ってます、てはい、はい、ですで前後差、あそうですね、前後差、着丈に前後差が結構あります。後ろが長くってて、ちょうどもうお尻はすっぽり隠れるぐらいあって、うんうんうん、だから結構もう本当に前後差があるとこのままストーンと着るだけで様になるっていうか、うんうんうん、前イン後ろアウトしなくてもそういうデザインになってます。そうですね、これがいいですね、うん、じゃあカラーは、カラーはこちらがオフホワイト、うん、でこれがサンド、サンドはねベージュなんだけどちょっとね、はい、あの黄みがないグレッシュなベージュです。はい、はい、でダークネイビー、ダークネイビー、ダークネイビーもダークネイビーちょっとここの袖とのあ 色がちょっと分かりますね、はい、ネイビーってそういう色なんだね、うん、本当はこの赤墨があったんだけ ど、ちょっと完売完売しちゃいました、はい、でお値段が、お値段は1万4000円税抜きです。はい、はい、これはすごい、うん、本当まあ白とか本当なんか、うん、皆さんなんか白ありきの色物とか買ってくださったりだとか、ああ2色ありとか、なんか結構あの、うんうん、プレゼントにもいいです、ね、うん、人気です、はい、サイズはフリーサイズです、こちら、うんうん、あそうだ、これもフリーサイズでした、あこれパンツの細いの以外はフリーサイズ、フリーサイズですね、はい、じゃあ次がボトムに行きましょうか、うん、こっちか、うん、はい、こちらは、うん、同じストレッチブロードオーバーダイ生地のここだけ、うん、ジャージのスカート、うん、フリーサイズ、フリーサイズ、このスカートすごい面白くて、はい、ここがちょっとなんか腹巻きみたいなこうジャージになってて、うん、ここが開いてるんです、ここが開いてて、ここに入れられる、そうそうそう、ちょっとこう前インだけをこうできるっていう、そのためなされるがままにそのために開いてる、いや多分あのファスナーとかがないの、ここのこのシリーズって、はい、だからそのままこう履くときに多分ここが止まってたら、うんうんうん、お尻がちょっと入りづらいからだと思うんだよね、おそらく、うん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 、でここの紐は、まあ、パンツも一緒なんで、ここはドローコードでこうあの緩められたりギュッと強められたりできるので、はい、それでなんかサイズの調節ができるっていう感じ、はい、もうあの全然こうシューッとすぼめられるので、割と小岩下みたいにこう、はい、小柄な5号7号ぐらいの細い方でも、ここはね結構このジャージとかゆるっとしてるから、うん、締められる、まあうん、で今だからウエストのところはちょっと緩め、山下さんだったらでもここでギューッと締めて止めてる感じ で、はい、でかといって割と緩めなので、あの11号13号ぐらいの方でも、うん、結構ここは緩めなので十分入ります、はい、これを見せたくなかったら、うん、内側に、そうですね、いいです、はい、うん、でもね結構
腹巻きみたいな感じでさ、うん、夏さちょっと、うん、冷えやすい時とかね、うん、あとゴムと違ってジャージであのリブあのストレッチのあるジャージを止めてるから、うん、ゴムと違って一極端に締め付けられる感じがないから、うん、全体で止めてくれてる感じですごい肌当たりが優しいんだよね、はい、あとはこう、うん、私結構スカートくるくる左右にずれちゃうんですけど、うんうん、それがないですね、止まるよね、止めてくれるから、うん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 、そうすっごいもうすっごい履いてないみたいな着心地がいいっていうので、うん、軽いし軽いし薄いし、うん、で透けないし透けないです。そう裏地もついてなくて1枚なんだけど、やっぱりそのすごい細い番手の糸で、うん、あの色ほどだから緻密だからか全然あの単色でも透けないです、はい、まあ、白は若干細身のものは透けるのもあるんですけど、ベージュでも全然透けないので、はい、他の濃い色も全部透けないです。あとここにまたもや大きいポケットが大きいポケットそうでこの T シャツとこの子はお揃いなので、はい、こう着たらセットアップで着てもらうことができます。色を変えてもいいですね、うん、いいしね、こういう感じでセットアップできてもいいし、こう上はネイビーでとか下はそうベージュとかなんかその色を変えてもいいし、そういうあの組み合わせでいろいろ遊べるように楽しめます。なのでどれもすごいこうあのやっぱり合わせられるように作られているので、もうスポンって着るだけでなんか様になります。でこれのカラーは最初の白オフホワイトと、こちらのサンドベージュと、うんうん、赤スミ、これまだこれそれパンツじゃない本当、うん、あと赤スミは、うん、とダークブラウン、あの赤みのあるブラウングレーみたいな感じの色です。ちょっともちょっと違うんです、なんとも言えない色です。そうですね、うん、あとネイビー、うん、これはスカート4色揃ってます。はい、はい、で、はい、あのだからとこれだけトップスと揃わないかな、あとは全部今のところ揃います。値段が7000税抜き17000、割とリーズナブル、うんうん、確かにでこれもフリーサイズです、はい、フリーサイズですけど結構誰でもサイズが合わせられるように作られております、はい、で次が私が着てるのがパンツです。もうこれもパンツバージョンと言ってもいい、うん、ワイドパンツです、はい、あの同じようにここにちょっとここでジャージの切り替えがあって、ここの紐のドローコードでシューッとここをすぼめられて、でここで止められる。これはあのここに、あこれはねここは開いてない、あここは開いてないけど、そうこれは開いてない、うん、でこれもファスナーとかはない。でじゃあスラッシュポケットとか、スラッシュポケット、あそうだね、そっちポケットですね。でここに割と前にねタックが深く入ってて、うん、だから本当ですね、太くなんていうのかな、実際は結構生地の分量はあるんだけど、ここまでタックで止まってるのでそんなにこの腰回りはすっきり見えて、で楽に涼しく着られるような太さになってます。ここは畳まれてるから実際の太さよりも細く見えると思います。こんな感じ、うん、で、そう裾はね広がってるんじゃなくてちょっと裾に広がって少し細くなってちょっとあのこういう形になってます。テーパードになってます。で長さはまああのちょっと短めのくるぶし丈になってるので、まああの小柄な方だったらもうちょっと長くなると思うんですけど、うんうんうん、まあ、ご自身のバランスでカットしていただいてもいいと思います。楽そう、めっちゃ楽。これは後ろポケットがないですね、うん、白もこれは体から離れてるので、うん、そんなに透けない、そんなに、うん、これぐらいの透け感ですかね。前はポケットの、うん、あの布があるので、布があるから大丈夫ですね、透けない、うんうん、これも、スカートと同じカラーバリエーションですね、はい、同じ4色、同じ4色ですね。今履いているオフホワイトと、ホワイトと、サンドベージュ、赤スミ、ネイビー、はい、うん、赤スミがないかな、赤スミ赤スミは人気なので、ネイビーですね、はい、の4色で上下でこう、こう、そうそうそう、こんな感じでっていうのも、はい、なんかワントーンでオールインワンみたいな感じで着られるのもすごいかっこよくて素敵です。
はい、でこれお値段は1万6000円税抜きです。お安いですね。もう本当にあのデイリーでも使えるし、お家の中でもそのままいられるし、すごく楽だから着心地よ、うん、で、このビロードはあのシワになりにくいので、まあ、今ちょっといけないけどご旅行とかにも本当はすごくおすすめの素材ですね。長時間着るのにすごくおすすめの素材です。では最後に、細身のサイドラインの細身のパンツをご紹介します。これは、ちょっとすごい面白い形なんでね、これも着替えます。同じパンツを履いています。これだけがサイズ展開があります。0、1、2の3サイズ展開で、はい、山下さんが着ているのが0、一番ちっちゃいサイズ、はい、で私が履いているのが1、真ん中のサイズ、うん、あとこれよりもう1個上の2があります、うんうん、でまあ結構ここも伸びるし、素材もそのビロードのストレッチの素材なので、ここの部分も、うん、さっきのスカートとワイドパンツより気持ちだいぶフィットしてるよね、うん、だいぶフィットしてるような気がする。本当にぴったりくるように作られている。そう、なんかね、見ただけじゃなんかね、すんごいちっちゃく見えるの、ここのジャージのところがキューって、うん、これで入るのっていうぐらいすごい見えるんだけど、実際履いてみたら全然入って、はい、全然苦しくないっていうのがこの面白いよね、はい、うん、でお値段は税抜き1万8000円、うん、はい、で、面白いのがその形はここのサイドが、前とここが生地、そのビロードル生地で、そのサイドと内ももは、はい、ここはウエストはジャージの生地、ジャージ、うん、だからすごい全部の生地がすごい伸縮性が、はい、あらゆる方向に伸縮性があるので、細身なんだけどもう全然窮屈な感じはなく、すごくそう膝が楽です。で、膝も出づらい、そうですね、そう、ここのサイドだけがジャージなので、全部がこうレギンスパンツみたいな細いパンツなんですけど、レギンスジャージだったら多分膝がちょっと出ちゃうんですけど、これだとビロードはこう戻りがあるので、で膝の出ない、そう、楽だ、めちゃめちゃ楽ですよね、うん、で自転車乗る時とかそうそうそう、あと、うん、なんかレギパンみたいにワンピースとか着丈の長いのバッてバサッて羽織ってもらってもいいし、ちゃんとポケットもあるので細身のパンツで綺麗に着ることもできます。で、この最初その、さっきご紹介したポケットの大きいこのクルネックのトップスと同じ素材なので、はい、こうやって上下で同じ色できたらオールインワン、そうですね、みたいな、ね、うん、隠れて、そう、オールインワンみたいになって、ちょっとこう夏ってきちんと見せるの難しいですけど、ちょっとこうきちんと感があるヒール合わせてみると、はい、結構こう綺麗に見える、すごい着心地は楽だけど綺麗に見えるし、あとさっきご紹介したのこのシルクのトップスと合わせてもらってもいい、なんか細身のパンツは結構バランスは取りやすいし、今トップスが結構オーバーサイズのものが多いから、あえてそのやっぱり細身のパンツ合わせるのがすごくバランスよく着られるっていうので、これコクタでも定番の形だって言ってたから、これは本当になんか1本あるとすごく便利だと思う。夏は涼しい、うん、涼しい、サラサラで涼しいね、デニムよりも全然そう、うん、涼しいと思います。で白はまあ若干ちょっとここポケットがこうやってなってるからちょっと透け感はあるんですけど、まあ、下着の色だけ気をつけていただければ大丈夫だと思います、うんうん、これだけサイズ展開があって、あとは全部フリーサイズです、はいはい、これは012、うん、012の3サイズ展開1万8000円です、はい、色は、うん、北さんが履いているオフホワイトとサンドと、うん、で赤すみネイビーの4色、色一緒の展開です、はい、スカートとかと同じです、うん、だからトップスとこういろんな組み合わせをしてもらって、うん、細身とワイドパンツって全然雰囲気違うし、あとワイドパンツとスカートともやっぱり全然雰囲気違うので、いろんな組み合わせでこうしていただくのもすごく夏洋服考えるのが面倒くさいぐらい暑い時とかあるから、うんうん、それだけで様になっていいよね、このシリーズだけで、うん、1週間いけるいけると思います、うん、はい、オンにもオフにも大丈夫なコフタです、はいはい、では今日は、コフタの新作シリーズをご紹介しました、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。